取っ手の取り付けについてご紹介します。取っ手は左右勝手を決めて、扉の裏面から片方の扉の取っ手を取り付ける位置のみに貫通穴を開けます。穴を開けるときは、バリの発生を抑えるために当て木をしてください。取っ手をネジで固定します。取っ手は縦と横に取り付けることができますので、取り付け穴を開けるときは十分にご注意ください。動作の確認ができれば施工完了です。